無理だろ、難しい。ゴリゴー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 カミバーク、コーヒー忘れちゃった。これはベーシーですけど、なあ。おはよう。おはよう。どうだよ、朝から。ビーム取ると。しばちゃんおはよう。Yeah!
上げながら。Thank you.
そうですね、やっぱりこう入ってくる前のイメージと同じで、すごい効果、素晴らしい選手がたくさんいるので、最初ちょっと馴染むのに苦労しましたけど、やっぱみんないい人ですし、まあ、僕自身もだんだんとこう日が経っていくにつれて、要求だったりとかサッカーのこともそうだし、ピッチ外のこともいろんなコミュニケーションを取ってて、まあ、今本当に充実している時間が今経ってるかなと思います。いや、ありましたね。最初のやっぱ1周ぐらいは、まあ、やっぱりチームも監督も違うんで、求められることも違いますし、まあ、僕自身も今までやってきたものを自信を持ってこうやってきましたけど、まあ、なかなかこ う, うまくいかない部分もたくさんあったんで、まあ、ただ、まあ、自分自身がこうの東京に来て、もうより上のレベルに選手としても突き抜けるためには、こういう今求められていることもすごい大事ですし、まあ、本当毎日いろいろと試行錯誤しながらやれてるのがすごい楽しいですし、まあ、このチームにはこのチームのやり方もあって、まだまだ本当に僕自身も選手としての伸びしろをすごい感じているので、もっともっと上手くなれますし強くなれるなって今感じてます。そうですね、でもなんだろう、上の人もたくさんいますし若手も多いですし、この中堅があんま少ないのかなっていう感じはしたんで、まあ、そういうところで僕自身がこう、まあ、ポジション的にもボランチですし、いろんなやっぱりこう全体と関わんなきゃいけないので、まあ、そういった意味で上の人ともいっぱい喋りますし、まあ、若手からはもう2日ぐらいでいじられるぐらいなんで、もうだいぶ接しやすいのかなって思いますけど、上の人とも、はい、いっぱいコミュニケーション取りながらいい感じにやっていきたい。まあ、まずはこう新しいところに来た中で、まあ、しっかり慣れることと、怪我をしないこと、まあ、そこからこうゲーム形式が増えてくるので、まあ、自分の色を出しながらもやっぱこう東京のサッカーに自分をアジャストしていきたいなっていうのを思うので、本当チームが勝つためにと、自分がもっともっと上に行くために、はい、これをこの残りの期間をいいスタートにしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。やっぱうるさい